はい、こんにちは、タケチャンネルです。今回もですね、デアゴスティーニの週刊アイアンマンを作る、アイアンマンマーク3を作るですね、こちらの49、50、51、52、の4冊、1ヶ月分をまとめてご紹介していこうと思います。で、今回の号では、この膝周りですね、左膝を組み立てるという作業をやっていきます。まあ右の時にもね、皆さんがかなり苦労した、この膝関節、こちらの組み立てを今回もやっていこうと思いますので、よかったら最後までご覧ください。というわけでやってみましょう。はい、それでは49号やっていきましょう。49号は右の膝を組み立てる2ということで、今回はねちょっとあんま大した作業がないです。はい、なのでちゃっちゃっとやっていきましょう。で、まあ入ってる部品はこんな感じで、膝の関節のパーツですねになります。で、まずは、このプラワッシャーのパーツの、裏側、この押し出しピンの跡がある方が表になるので、その裏側ですね、裏側にこの両面テープを貼ってあげます。裏側に両面テープを貼ってあげて、もうよいしょ、持ち方が悪い、この裏側に両面テープを貼ってあげる。両面テープを貼ってあげたら、この剥離紙を剥がしてあげて、で、この関節のこの真ん中のくぼみの部分ですね、くぼみの部分に位置を合わせて貼ってあげる。よいしょ、こういう形。そしたら今回はねこれだけなんですよね、作業がね。で、このスプリングとこのギアのパーツは今回は使わずに置いておくっていう形になります。はい、はい、では50号やっていきましょう。50号は、右の膝を組み立てる3ということで、まあ膝のパーツが入ってるのでこれの組み立てをやっていきます。で、この膝の走行のパーツ、ダイキャストですね、これはね、このパーツの、こことここにこのプラのワッシャーを取り付けます。で、これはね向き的にはこの押し出しピンの跡がある方が、上に来るように、こう向きになるようにね、ここに取り付けてあげます。で、差し込むだけですね、差し込むだけで僕のやつは割とパチッとはまってくれます。ただまあ説明書にも外れやすい場合は接着剤で接着って書いてあるんで、まあロットによってはもしかしたら外れやすいやつとかがあったりするかもしれないので、その場合は、接着してあげてください。はい、以上です。はい、というわけで、今回の作業はこれで終了なので、これで終わりになります。
はい、それでは51号やっていきましょう。51号は右の膝を組み立てる4ということで、引き続き、膝の組み立てをやっていきます。はい、ごめんなさい、忘れてました。これをね、48の A のパーツを出してきて、これに、このギザギザのギアのパーツを取り付けてあげます。よいしょ。で、位置を合わせてセットしてあげたら、ここをネジ LM を使って固定します。こんな感じで2本固定してあげます。で、次にこのプラの膝ワッシャーですね。プラの膝ワッシャーの、この押し出しピンの跡がない方ですね、裏側にこの両面テープを貼ってあげます。うまく剥がれない。裏側に両面テープを貼ってあげる。よいしょ。ここと、なんかこの両面テープ使いにくいんだよな。よいしょ。よし、こんな感じで両面テープを貼ってあげたら、これは、今回ついてたこのパーツのここに貼ってあげます。よし、こんな感じ。こんな感じで貼ってあげたら、今回の作業はちょっとこれで終わりっていう形になります。なのでこの2つのパーツと、あとネジ IM、 これはジグを使うので、なくさないように保管しておきましょう。はい、これで終了です。はい、では52号やっていきましょう。52号は右の膝を組み立てる5っていうことで、入ってる部品はこの部品が入ってるんですけど、これはね、股関節の部品になるので今回は使いません。なので、これは一旦避けておいて、前回までで、ついてきたこの辺のパーツを全部合体させて、膝を完成させるっていう形になりますので、こちらの作業をやっていきましょう。
はい、でまずは説明書通りのね順番でやっていくと、まずこのパーツが、ちゃんと合うかどうか、どうかをちゃんと確認しておくっていうのと、あとよっきついな、多分ねここの合いとかがちゃんとしてないと今のがきつくなるんだと思うんですけどね。まあ一応こうやってやっといたら、次にこの IM、51号についてたこのネジ IM、 ネジ IM をここのネジ穴に入れておいてあげます。でこれね、左の膝をやった時と説明書の書き方が若干変わってるんですけど、左膝やった時はねグリソーを塗るっていう指示が一切なかったんですけども、今回はちゃんと書いてあります。で膝の関節は大キャストのボディを支えるため固く設計されているが、グリスアップすることでポージングがしやすくなります。使用するグリスはタミヤミニ四駆 F グリスなどがあるが、市販のハンドクリームでも代用できるっていう風に書いてあります。でまあ、僕用意してるのはこれ、タミヤミニ四駆 F グリスを用意してるんで、これを塗っていきます。これはあれかな、僕がこれ使ってたから説明書これになったのかなそんなことはないか自意識過剰ですねだ前のね左やった時はねここがむちゃくちゃ硬すぎて結構ねクレームの嵐というか、こんなもん組めるかっていう、組んでも動かへんっていうね、クレームじゃないけど、意見がすごく多かったんですよね。なんで多分その辺を、踏まえて、デアゴスティーニさんもね、修正してきてるんだと思います。はい、そしたら次に、この49の A に、このスプリング49についてたスプリングとこのギアをセットしてあげる。まあこれがこうつくわけですね。でこうついて、あっちょっちょっちょっ、こっちにもうこう置いた方がいいか。こうついて、でこう乗っかります。でまあここにねちゃんとこの穴が貫通するようにしたい。で次51についてたこのパーツも同じように、こうセットしてスプリングを乗せてこうする。でこの時切り付けないといけないのがそれぞれね、外した方が分かりやすい、ここの切りが気になっているところにこの突起がはまるように、こっちも一緒ですね。こっちもここの切りが気のところにこの突起がはまるように角度を気をつけてあげて、まあ今この時点ではねできないので、でこのパーツを上に乗せてあげて、でグッと押さえるんですよね。グッと押さえて、よいしょ、グッと押さえ込んであげて、でここのネジを締め込んであげる。一旦ねネジが噛んだら一旦ここで手止めて、でここでちゃんとね
ここの突起がはまってるかどうかを確認する。はまってない場合はね、こうやってククって動かしてあげるとパコンってはまってくれるんで、こうやってやってあげます。で、OK なら最後まで全部締め込む。これ多分あの突起がしっかりはまってないと多分最後まで締め切れないと思うんですけどね。その状態で無理やり締め込むと、ちょっとパーツが破損したりとか、それこそ本当硬すぎても全くびくともしないっていうことになってしまうと思うので、そこはね気をつけましょう。で、ここを締め込んでいく。で、もう一回ね、ここの突起がちゃんとはまってるかを確認してあげます。で、OK ならこの状態でちゃんと動くかどうかを一旦硬い、よいしょ、確認してあげる。よし、前の時ね、グリス塗る指示がなかったんで、グリス塗ってなかった時はね、もうビクともしないぐらい硬かったんですよ、これ。うん、OK だね。もうちょっとだけ締めとこうか。でもこの時点であんまり硬すぎる場合はね、少しだけ緩めてあげてもいいかもしれないですね。まあこんなもんでしょう。はい、 OK。そしたら最後に、この50号についてたこのネジのカバーですね。ネジのカバーを、こうかな、ここにセットしてあげます。で、こう深さがね、こっちが浅くてこっちが深いっていう形になってるので、このネジ隠しも、分厚いのと薄いのがあるので、角度を合わせてギュッと差し込む。こういう感じ。はい、こういう風にしてあげたら、これで、今回の52号の作業は終了になります。こんな感じで、次の53号では、右の股関節と太ももガードを組み立てるっていうことで、今回の部品とあと右の太ももの、パーツを組んでいくっていう形になるみたいです。はい、まあ左でやったのとね、ほとんど同じ作業にはなってくるんですけども、また来週も作業やっていきますので、続きが見たいと思っていただける方はですね、下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。